いや、見どころいっぱいだった。あと、あれだね、獅子綿の、ツープラトンっていうのかな。あれ、技名とか分かるようになるともっと面白いんだろうなって思った。やっぱ知識とかがあると面白いんだろうなって思いました。獅子綿ツープラトン。次はリアルでやってよ。3D でやりたいけど。3D でやるってことは、わためが本当にボコボコに下げるってことやん。それは困るな。よく考えて、それは困るよ。わための顔が、やばい。ストリートファイターみたいになっちゃう。みんな、あと、あれ欲しいね。次やるんだったら。なんだっけ、ポールカーみたいなやつ。あれ欲しいね。入場のコール欲しいね。登場のナレーションとかね。あったらもっと盛り上がりそう。ね、あとは、こういうさ、技名とかがさ、パッとわかる人とかにね、ミラノさんに解説してもらおう。プロや！めちゃくちゃプロ、今現役で解説されてる、オートメイトになったという噂のミラノさん。なんか、王冠さんのプロレスの試合で、ミラノさんが解説をしてて、で、なんか、ホロライブの知識はあまり、よくわからないんですけども、これは大空すばる式羊殺しという技で、なんと、角巻渡部さんという方がとっても可愛くてですね、みたいな。ね、なんか一大イベントになってきたね。ホロファイターズ。楽しみですな。